具上市南事務所南村は、岐阜県具上郡にあった村。農林平野から少し北に入ったところにある村で、人口は合併直前の地点で5000人ほどで、長良川の平地に沿って、中小の工場が多くあり、農林漁業より工業が盛んだったこともあって、平成の大合併前の岐阜県の村では、人口が最多だった。2004年3月1日に、具上郡の七町村で合併して、 呉上市となった。日本の人口の中心に位置する村として、名を馳せていた。岐阜県中部、日田高地の南に位置する。村域の西に、久子が竹があって1000メートルを超えるが、それ以外は、標高500から600メートル程度の低い山地である。村を、北から南に貫流する長良川沿いに平地があり、人口が集中する。支流の城、川谷のうなぎは、 神の使いとして尊崇され、国の天然記念物に指定されている。年平均気温は15.3度。年間降水量の平均は2498ミ、mm、リメートル。南村最後の村長は、河井達夫。2001年4月1日の議員定数は12人。一般職職員数は82人であった。農業は、平地の不足、林業は、 日本全体の林業の低迷によって振るわず、2000年には農業就業者が1割に満たなくなった。代わりに機械工業が立地し、1945年に時空機メタル、1961年に印刷機、1974年にナットやボルトの製造工場が建った。これらは合併で南村がなくなった2004年4月現在も創業している。長良川、 鉄道小指南線半野駅清駅半、在駅南小宝温泉駅、大谷駅福野駅南刈安駅赤池駅、新古駅、内は、転換前の旧駅名。院は、転換時に設置された、新駅高速道路、一般国道主要地方道一般県道。ありがとうございます。